はい、今回はですね、こちらの雲ですね、お亡くなりになって硬くなった雲をやっていきたいと思います。そしてね、足が1本ね、ちょっと取れてしまったんですけども、これもね、使ってね、標本を作っていきたいと思っております。ということでね、今からね、この雲の標本を作っていきます。まず容器を用意します。こちらの容器にですね、50度ほどのお湯を入れます。はい、こちらが用意した50度のお湯です。こちらのお湯にですね、硬くなったこちらの雲を入れます。そしていらないウエスを上からかぶせて沈め、はい、そして蓋をして5分待ちます。はい、5分経ったので、今からね、雲を取り出していきたいと思います。柔らかくね、なってるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとね、ウエスに引っかかってますね。を軽くね、拭き取ります。あんまり押さえないでくださいね。はい、このようにね、水分を拭き取り終えましたら、次はですね、関節ですね、関節のマッサージをしていきます。こちらの標本を作る時にはね、必ずこのマッサージが一番ね、肝心です。この関節が自由に動くかどうかね、確認してください。もしね、硬かったらね、もう一度お湯に入れてね、柔らかくしてください。はい、こういう感じで一つ一つね、やっていきます。ではね、今からね、こちらの雲ね、標本の形をね、作っていきたいと思います。まあ、ゲロッチョのね、独自のね、形になるんじゃないかなと思いますけども、やっていきます。はい、見ていただいたら分かるようにね、こちらね、足がね、取れてしまったんですね。こちらの足を修正していきたいと思っております。まあ、こちらの足はね、多分ね、こちらにね、ついていったんじゃないかなと思うんですね。でもう一つこちらないんですが、もうこちら最初からね、なかったと思います。このように足がね、あったんだと思うんですけども、なかったと思うんで、この取れた足をね、今からね、修正をしていきたいと思います。では何でやるかといったら、こちら、はい、レジンですね。レジンを今回使用します。ではね、このレジンを使って修正します。はい、このレジンをね、この足の先につけて、よいしょ、はい、こういう感じでね、取り付けて、あとはですね、この外れたところですね、外れた関節のところに取り付けるんですが、この取り付けるときはね、一発勝負になるので、皆さんね、一発勝負になりますので、丁寧に形をね、やってください。ちょっとね、間違えてしまうとね、取り外しが不可能になります。そして形が決まったらね、次は、はい、こちらブラックライトです。ブラックライトを当てます。はい、そしてブラックライト当ててね、レジンを固めて、足の取り付けが完了になります。はい、こちらでね、完成いたしましたね。足のね、外れた部分ね、取り付けて、こういう感じでね、取り付けさせていただいております。これをね、今からね、急速に乾燥させれば、もうね、完全な標本の完成になります。ということでね、今からね、急速にね、乾燥させていきます。封容器を用意してください。こちらの密封容器にですね、はい、シリカゲルですね、乾燥剤少し入れます。シリカゲルを少し入れてから、あとはこちらの作った標本を入れ、そして蓋をしてね、5日ほどね、待てばね、完成になります。ということでね、皆さんも一度ね、いろいろなね、試していただければありがたいと思います。